はい、なぎです。サブちゃん歌って、次はねしようかと思ったんやけども、まあ何かあの時代のスタンダードでよく流行った曲、僕が中学校の時に流行ったのは、中3の時に流行ったのが、小坂京子さんのあなたでしたね。小坂京子さんやね、確か。小林明子じゃないね。いきます。この歌もよく歌ってましたね。キリスト教に通ってる友達の子がよく言ってましたね。歌ってました。もしも私が家を建てたなら、小さな家を建てたでしょう。大きな窓と小さなドアと、部屋には古い暖炉があるのよ。真っ赤なバラと白いパンに、子犬の横にはあなた、あなた、あなたがいてほしい。それが私の夢だったのよ。愛しいあなたは今どこに。寝不足。ブルーの絨毯敷き詰めて、楽しく笑って暮らすのよ。窓の外ではぼやが遊び、ぼやの横にはあなた、あなた、あなたがいてほしい。それが二人の望みだったのよ。愛しいあなたは今どこに。そして私はレースを編むのよ。私の横には、私の横にはあなた、あなた、あなたがいてほしい。そして私はレースを編むのよ。私の横には、私の横には、あなた、あなた、あなたがいてほしい。
なぎさんで、あなた、なぎでした。また遊びに来てね。